Oh, happy day! 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 72かな。納豆キムチかけご飯作ろうと思うんで、イエース！で、使う食材は、はい、これですね。はい、で、作っていこう。あいよっと。で、混ぜると。これを。キムチ入れていきます。いや、これうまいっしょ。あれで米の上に納豆キムチかけご飯完成です。今日の朝ごはん納豆納豆朝ごはん納豆キムチかけご飯、納豆キムチかけご飯。うまい。21 22ちょっと何してんの23 何をしてんの25、26、27、28、29、30、31、あと何回?30、33、あと何回?32、50。はい、今から弟と一緒にスーパーマーケットに行って買い物行ってきます。レッツゴー。いや、懐かしい、このヨーグルト。今からピザ作ってやがった。チーズ。なんかもうチーズがもうなんか横に垂れちゃってる。いただきます。このうまっ。うまくね。パイナポーがいい感じに味をね引き立ててますよ。はあ。
では早速いきましょう。この英語は聞こえますか？ I wanted to come。 何？ I wanted to come。 何が？I want him to come. I want him to come. Yeah. Do you wanna? Yeah. I know. Want me to.I went out. Yeah. I want him to come. I know. I want him. Yeah. Want it. 自分の優から。ゆらゆら生きてる誰も知らない僕らの行き先は。指摘のいくつかのポイントでいうと、今日ランパード監督が対シティという点で授けているものがかなり鮮明にといいましょうか、そうですね、に出てるということですね。ゴールキーね、チェルシーのチームはだいぶ締めてますから、これからこう右に持っていった時に前進はできてるんですけど、あとは最終的にどのようにボックス内に入るかですね。あたりのエリアで、はい、支配率はおそらくアウェイティーンがちょっと上回っているはずです。そのセンターバックをちょっと止めるようなダチャー。はい、どうもパーカーです。はい、今回なんですけど、今回ですね、僕は最近買った中で良かったものっていうのを今日紹介しようと思っていて、いつも動画見てくれる方はね、本当に嬉しい限りです。まず最初なんですけど、これ結構ね、これユニバとか行ったことある方だったらわかると思うんですけど、ハリーポッターの杖ですね。僕ね、ちっちゃい頃からハリーポッター結構好きで、結構見ててユニバ行ったんですけど、まあ買ってしまったっていうね。これ4000円ぐらいしたんですけど、まあ買ってしまったっていう僕が買った杖はですね、このニワトコの杖って言って、ダンブルドアが使っていた杖なんですけど、はい、これはね結構僕が好きなのでね、買ってしまいましたね。最後なんですけど、僕の本なんですけど、はい、最近発売されたんですけど、一人の時間が僕を救うっていう本なんですけど、この本を読むことによって勉強になったりすると思うので、見てほしいです。